ファーム、富田のサインとラベンダーファーム富田は、北海道空地郡中ラ野町にある農園。主にラベンダーを中心とした花を呼び物に、春から秋にかけて開園する。園内には、ドライフラワーを使用した土産屋や、資料館も位置しており、営業時間内は入園無料である。所在地は、北海道空地郡中ラ野町北西、1897年に、 北海道国有未開地処分法が制定され、本州等から北海道へ移住してくる人々が急増、その中にファーム、富田の創始者である、富田徳馬もいた。富田徳馬は、その後1903年に、現在の北海道中富良野町に、開墾の桑を下ろし、その名字が、ファームの由来となる。徳馬の孫、富田忠夫は1953年、当時富良野一帯において、 ラベンダー栽培の先駆的人物であった、上田義和のラベンダー畑に出会い、1958年より、香料用としてのラベンダー栽培を開始。妻と共に開始した畑は1 0ルの広さにまで及んだ。その後、ラベンダー畑はおよそ1.2ヘクタールにまで拡大。フラの地方全体でもラベンダーの栽培地域が230ヘクタール以上に拡大したが、以降は、急激に衰退。 ピーク時には、ラベンダー栽培農家が250個以上、全道のラベンダーオイル生産量もごとに上っていたが、1972年頃から貿易の自由化が始まって、価格の低い香料が広まり、合成香料の技術が進み始めると、製造していたラベンダーオイルの買い上げの価格も急落。翌1973年には、近隣一帯のラベンダー栽培農家がほぼファーム。 富田の実となってしまった。1976年5月の日本国有鉄道のカレンダーにファーム、富田のラベンダー写真が紹介されると徐々に観光客やカメラマンが訪れるようになった。また、その後にドラマ、北の国からで放送されると観光地として一躍有名になった。その後はポプリなどを中心にラベンダーの加工をはじめ、1980年代、 前半からエッセンシャルオイルの抽出に成功して、香水、フロムを発売する。また、ポプリの社を開設し、化粧品製造業の免許を取得、オリジナルのラベンダー香水であるフラノを発売した。1987年には、石鹸の製造業免許を取得し、ソープラベンダーという名のオリジナル石鹸を発売するなどした。この頃に、 それまで経営をつなぐために行っていた稲作を中止し、花の栽培や加工を経営の中核とした。1990年に、ラベンダー方向フェアがフランスにて開催される。このイベントで行われた、品評会にて、ファーム、富田のオリジナルエッセンシャルオイル、岡村咲が第1位を獲得。同時に、オートプロバンスラベンダー修道騎士の称号を授与された。この称号は、 南フランスにあるラベンダーを生産する組織より、ラベンダー栽培における功労者へ贈与されるものである。その後は冬期間にグリーンハウス内での、ラベンダー栽培に成功。富田ラベンダー資料館や、ドライフラワーの社をオープンさせるなど事業を拡大し、現在に至る。2008年6月、隣接するカミフラノ町に、開園50年記念して、ファーム富田ラベンダーイーストが開園した。 トラディショナルラベンダー畑森の彩りの畑園内ではおよそ15ヘクタールのラベンダーが栽培されているほか、その他にも多くの花が栽培されている。花畑はそれぞれ花人の畑、栽培の畑、春の彩りの畑、秋の彩りの畑、彩りの畑、森の彩りの畑、トラディショナルラベンダー畑に分かれている。通常の開花時期として、 4月中旬頃より、クロッカス、5月より、水仙チューリップ、6月より、ハマナスやシャクヤクなどが見られるようになり、ラベンダーが開花し始めるのは、通例6月の下旬頃が、目安とされている。8月中旬頃になると、冬にかけて、グリーンハウスの運営も始まり、ハウス内に栽培されているラベンダーやゼラニウムなど、各種植物を見ることができる。園内には、 各種施設も建てられている。花人との社では、ラベンダー資料館や香りの体験コーナーが設けられ、トイレも設けられている。また、ドライフラワーの社では、ドライフラワーを展示、建物内のデザインは、オランダのフラワーデザイナーである、レンオークメイドが手掛け、フラノの森のピクニックに北海道と題されている。その他、オリジナルグッズを取り揃え、軽食を楽しむことのできるポプリの社。 展望デッキから園内の花を眺めることが可能な森の社、ラベンダーからエッセンシャルオイルを蒸留する抽出工場の蒸留の社、香りのしおりを作るコーナーを設けられているなど、香水を製作する場が見られる香水の社など各種施設を見学することが可能である。ファーム独自の特徴としてカフェ内で注文できるメニューには稀にしか見られない珍しい品目も並び、 北海道産の野菜カレーやフラノパンを使用したジンギスカンドッグなどがある。また、スイーツにはラベンダーのエキスが含まれているラベンダーソフトクリームやラベンダーラムネ、ラベンダー製、シュークリームやラベンダーハチミツプリンといったものがあり、そのうちのいくつかは季節限定の商品である。その他、定期的に園内で物産展などのイベントが開催されることもある。 会費無料のファームとみたファンクラブも存在し、ポイント制の割引サービスやファンクラブ誌の戦闘ブラベンダーが発行されるなど、入会特典が用意されている。ファームの最寄り駅には JR 中ラの駅があるが、夏季お及び周期にはラベンダー畑駅が臨時駅として近くに設置される。観光客輸送のために運用される駅であり、木のデザインが主体となった駅の看板が、 特徴的である。なお、施設に隣接している、と見た、メロンハウスはファームと見たとは全く関係ない。夏季のシーズンのみ営業する、臨時駅、徒歩約7分と主弁だが、通過列車がある。夏季観光シーズンには、周辺道路が大渋滞することが多い。ありがとうございます。